アル・ドゥハイル・レー、1アル・アハリクラブは、ルドカップ準々決勝、クラブワールドカップ準々勝ち、アル・ドゥハイル SC 対、アル・アハリが現地、ま、4日に行われた。アフリカ王者のが、アルは、リレー1、レーの勝利を収めた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分お試し実施中、準々決勝2試合目は、元柏レイソル FW、ルンが擁する、開催国王者のアルドゥハイとアフリカ王者のアルアハリが激突した。ルンガは、スタメン出場している。試合が動いのは30分、アルアハリが、相手陣内でプレッシをかけ、ペナルティーアーク付近でボールを追う。ブアルヤからのボールを受けた、エルシ・ハトが右足を振り抜く。これが、ゴール左に9、込まれた。前半に、アルアハリが、ゴール根を揺らすが、オフサイドの判定でゴールなら、アル・ドゥハイルもチャンスを生かすこと、できず。アフリカ王者のアル・アハリが1、例の、利を収めた。勝利したアル・アハリは準決勝、欧州王者のバイエルン・ミュンヘンと対戦、る。得点者、30分0、1フセイン・エル・シャハと、ア・アハリ、両。